第92回関東大学サッカーリーグ2部16節中央大学対立正大学のハイライトシーンをご紹介します。解説は私、三浦匠がお届けします。今節はリーグ戦2位の立正大学との直接対決ということもあり、かなり白熱したゲーム展開となりました。前半は5バックでコンパクトに守備をする相手チームに対し、なかなか決定機を作り出すことができません。そして逆にセットプレーからピンチを招くシーンもありました。前半は0対0の固いゲーム展開となりましたが、後半開始早々、久々の先発出場の宮城がチャンスを生み出します。まずは後半8分、コーナーキックをヘディングで合わせますが、キーパーのファインセーブに合います。続く11分には大橋の落としを受けると、グラウンダーのピンポイントクロスを配球しますが、中で合わせた田中が惜しくも外してしまいます。なかなか得点ができない後半16分、この2人が入って流れを変えます。まずは後半23分、途中出場大久保がクロス、これは相手ゴールキーパーに弾かれますが、こぼれ球を加藤が狙います。大久保選手、このシーン以外にも得意のドリブルで多くのチャンスを生み出していました。お次は後半32分、もう一人の途中出場桜井がチャンスを生み出します。難しいロングボールでしたが、うまく頭で反らし、加藤がシュートまで持ち込みました。それでもなかなか得点が奪えない後半44分、最大のチャンスが訪れます。フリーキックのこぼれ球を渡辺がシュート、しかしこれも入らない。後半の猛攻も実らず、中央大学対立正大学の上位決戦は0対0の引き分けとなりました。次節は10月21日、東京学芸大学との一戦です。熱い声援よろしくお願いします。